どうもこんにちは。あ、ということでですね、前回、質問いただいた方で、とあるさんって方から、ちょっと今までの経歴とか、作った作品とかを見てみたいなって言っていただいたみたいで、作品はね、なんかいっぱいあるんですけど、過去のやつを結構引っ張りさなくちゃいけなくて、でその中で、パソコンの中に残ってるやつとか、以前のパソコンがブレイクしてなくなってしまったやつとかも結構あったり、あと過去にお店をやっていたので、お客さんの許可を得れてない車体もやっぱりありましてね、そういうのもあって、全ては公開はできないんですが、まあ一応経歴とちょろちょろちょろっと今まで乗ってきた車のやつとかある写真は出します。で、作ってきた作品もまあパラパラっと残ってる、Facebook 上に残ってるやつとか、あんなをかき集めたら何個か出てくると思うんで、またその他にも出てきたら載せていこうかなと思います。はい、ということで経歴ですよね。ですね、僕は15歳からバイクレース、父親の影響でバイクレースをすることになりまして、ミニバイクデビューでね、サーキットを走るようになりました。当時はねミニサーキットでね、やってましたね、父ちゃんと一緒に。ミニサーキットなんですけど 400cc を走らせて練習してたんですよ、とかそんな感じです。で、まあ仕事に関しては、まあ、アルバイトでいろいろやってきたんですけど、それは、一旦この場では置いとくんですけど、職歴で言ったら、トラックの運転手、引っ越し屋さんしかないんですよ。正社員で働いたって実はそれしかないんです。で、その他はですね、実はもう若くして開業したんですよね。24歳で開業したんです。で、当時はまあトラックに乗りながらインターネットで商売をしたりとか、エンジンチューニング、自宅の2階でエンジンチューニングなどもしてました。で、そこからですね、お店がどん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 店舗が増えて大きくなってきて、で大手の運送屋さんの下請けをするようになったり、自分自身のメーカーを立ち上げて部品を、全国に出してたり、あと海外輸出、アメリカ、中国に出してました。で、これを10年、約10年、お店を続けて、実質はまあ24歳で開業したんですけど、お店を持って自営業一本でやろうと思ったのはそれだけです。はい。で、動画内でも説明してるんですけど、実は自動車試作工場にも行ってたんですよね。これは、社長さんにね、当時の社長さんにお給料いらないから、技術を教えてくださいというふうに頭を下げに行ったんですね。だから当時は確かね、大卒しか無理やって言われてたんですが、いいよ来いやって言ってくれて、でなおかつ給料出すわって当たり前やんけって言ってくれて、でそこでね、まあ、すごい可愛がってもらいました。めっちゃ可愛がってもらいました。でその中でまあちょっと知らない人の方が多いと思うんですけど、釣りに行くしのメンバーにその当時の同僚がいてるんですよ。で今も仲良しなんですけどね。でそれ以前にも登場した方もいるんですけど、その方に関しては僕がトラック運転手をしてた時から知り合いなんで、まあ、約21年ぐらい22年ぐらいの付き合いになるんですかね。で、そこから10年経った後に、専門学校の先生をしてました。音楽と自動車関係の、名前は出さないんですけど、2校の専門学校をしてまして、専門学校の講師をしました。で、同時に1年後ぐらいにお店を、まあ、10年計画ということで辞めて、でミュージシャンに一本で頑張りました。なんか知らんけど34歳ぐらいで芽が出たんですよ、音楽に。で音楽の道に行って今に至るんですね。
だからたまにたまにというかまあね、今はちょっとコロナであれですけど、公園でね、仕事で音楽で演奏しに行ったりとか、この間出させていただいた CM だとか、あとまあテーマソングだとか作曲活動とかをねやってました。で今はもうコロナでこの通り公演もありませんから、新しいもう事業でものづくりで一本で頑張ろうという感じですかね。で気になるのが FRP はじゃあどのタイミングで触ったんですかってことなんですけど、実質は20歳ぐらいですね、自分の車を改造したのが始まりで、でその時はインターネットはねあったんですけど、そんなカラーで画像を見れるやつって言ったらなかったのかな。ドコモでアイモードでやっとギリギリ見れるかぐらいやったと思うんですよ確か。で当然カスタムカーからその FRP の知識を得て、やっぱり失敗して勉強してきました。で当時はねどこで FRP 買えるんやろうとか言って、あの結局、日本ペイントやったと思うんですけど、日本ペイントっていう鳥屋さんがあるんですけど、そこに飛び込んだと思います。ほんで、FRP を手に入れられないかっていうことで、初めて一等間と硬化剤 FRP のマットって当時高かったですよね。4万2000円ぐらいしましたかね。今でやったらもう全然考えられないんですけど、4万2000円ぐらい払って材料仕入れて軽自動車を1台丸々フルバンパーで作りました。でやっぱりその当時は、勉強不足もあるし、車高を上げた状態でエアロを作ってしまって、実際車高落としたんですよね。バネ切りで落としたんですよ。そしたらもう車高1センチとかになっちゃって、で走れたもんじゃなくてっていうような感じです。だからもういろんな失敗して、苦労もいろいろありましたね。そのホットロドの動画でも登場した、まあ今ちゃんって言ってる人いるんですけど、本当にお店でも一緒に彼と一緒に働いて、いろんなね製品作ったりで、僕らでもやっぱ知らない材料があったのを積極的に取り入れてやりました。まあ、ちょっと話して足りひんところとかあったら申し訳ないんですけど、まあこんな感じです。あと出店か、出店はオートメッセとモーターサイクルショーには、まあ、裏方として出店はしたことありますね。あと学校で出しましたね、オートメッセは。まあ、そんな感じで、なので作った作品を僕が表立ってこれを出したっていうのはちょっとできないんで、そこだけですかね。そこでちょっと問題があるんで、まあなので過去作品でも自分の持ってる作品だったら出せるんですけど、それも今も売ってしまって、周りに売ってしまって、実質それを出していいものなんかなっていうちょっと葛藤があるんで、その辺はまたおいでおいということで、またものづくりもねどんどんしていきますんで、その時に新しいもので更新してみてもらった方がいいかもしれないですね。またバイクとかも作りますしっていう感じで、まあ、そんなことでちょっとつたない経歴になりましたが、今後ともどうぞよろしくお願いします。というわけでありがとうございました。ではでは。それでは愛車とか作品とかを紹介しながら、スライドショーしていきたいと思います。まずこの車体が多分軽バンでは初めてじゃないですかね。それまでハイエースをずっと乗ってたんですけど、それはもうほぼとんどノーマルだったんで、僕がカスタムした車両を乗せていきたいと思います。まあ、一番これが思い出深かったというか、物が良かったんですよね。だから気に入って乗ってましたね。あとエアロの出来がすごい良くて、フィッティングもバッチリでしたし、ここで多分ワーゲンバス仕様というのにハマったような気がしますね。で3代目がこのサンバーですね、 KV3 ですね。やっぱサンバーにワーゲンバス仕様するとすごく似合うなと思って、でこれはサイドのエアロを作って、あ違うわ、これフルエアロで作ったんですよ確か。バンパンも延長したりして作ったんですよ。でフェイスキットだけを買ったって感じですかね。
後にこれあの換気扇を右側につけてって感じで、これが初の僕のキャンピングカーになったと思いますね。で、オーバーヘッドコンソールを作ったり、棚を作ったり、トランポ仕様みたいな感じでやってました。やっぱ KV でやるとめっちゃかっこよくて、めっちゃ気に入ってました。続いて、これがね、めっちゃ珍しいんですよ。これサンバーの KV3 ロールフなんですけど、めっちゃくちゃ珍しいんですよ、この車体。で、今もう走ってんのほとんど見ないし、めちゃ激レアでしたね。で、これミッションなんですけど、サンバーは CVT よりやっぱミッションがいいなってことで、ミッションばっかり探して、これをほんまに見つけたんですよ。で、即買いしたって感じですね。しかも走行距離全然走ってなくて、もうすぐ買いました。で、まあやっぱ良かったですね。まあ、サンバーはロールフもしあればね、また乗りたいんですけど、僕めっちゃ好きな車ですね。ただ、規格が旧規格なんで、幅が狭いんで、そう思うとバモスで良かったなと今は思ってます。そう、これは軽トラックにつけたエアサスですね。確かね、軽トラックを送輪エアサスにして、これエアバッグを取り付けていたやつです。そしてこれが昔いじってたフュージョン、これもエアサスにして乗ってましたね。リアだけエアサスにして、フロントはスプリングやったんですけど、でフェイスキットを作って、フェイスキットってあのメーターカバーのところにつけるあのとこを作ってとか、まあいろいろオリジナルでマフラーを作ったりしてましたね。あとラップペイントをしたりとか、面白い一台でしたね。フュージョンは面白いですね。そして後ろにちょっと映ってるハイエース、これがもともと僕の車で、もともと7台ぐらい持ってたんですよ、車。それのうちの1台、これがスーパージュエルの後に乗った 1KZ ですね。で、これが僕が作ったチョッパーです。めっちゃ気に入ってました。これもで形も良くて、結局すぐ売れちゃいましたよ。あ、これは懐かしいですね。これ自動車の試作メーカーに行った時に、余った時間を見つけたり、あと昼ご飯を食べたらすぐ溶接機の前で作ってました。楽しかったですね。これはステンレスのオイルキャッチタンクとかを作ってましたね。あとマフラーステーですね。こういうのを毎日やってました。だからめちゃめちゃ転職だったですね。そしてこれが以前多分 YouTube でも結構上がっているクワガタですね。クワガタの叩き出しの確か最中だったとこ、パシャリとしたやつです。当時から YouTube 頑張っていれば、これもね、制作の過程で YouTube に全部できたんですけどね。まあこれもゆくゆくなんかこういうのでものづくりしていってもいいかなと思います。そう、これはめちゃめちゃちっちゃいホイールを作ろうってことで彫金したんですよ。で、このホイールができました。ディスクプレートももうめちゃめちゃリアルじゃないですか。で、これディスクプレートだけ金のね、ゴールド24金にしたんですけど、なんと24金落としてしまったんですよ。で、アウチです。でもこれ自体はめっちゃ気に入ってましたね。手込んだ分はやっぱりいいですね。そしてパート1最後になったのが、このサンバープラスカルキンスボートトレーラーを改造したバイク仕様にしたんですけど、これフルエアロなんですよ。で、この後に、確かこれの後やったかな、ちょっともう覚えてないんですよね。これをキャンピングカーにしようっていうことでね、トレーラーしようっていうことで、画材を組んだりとかしてたのを思い出しました。だからあの当時から YouTube やってればよかったんですよね。まあ、そんなことで、第一弾は、こんな感じで締めさせていただきます。というわけで長くなりましたが、僕の経歴プラス愛車ありがとうございます。ということで、次回はまたキャンピングトレーラー製作をやっていきます。というわけでご視聴ありがとうございました。ではでは。